こんばんは、ワドです。今日は、2019年1月の11日の金曜日、時刻は16時31分です。よろしくお願いします。まったり放送しましょう。うまいね、飛ぶの。上手だね。おいで。こんばんは、うん、はいはい、こんばんは。はい、ワドツ。去年の勢いどうしたの、解放。せっかく閲覧伸びてきたのにまた逃したの。勢い一回失うともダメだよ。去年の勢いどうしたの、年末。見てないから分かんないけど、盛り上がってんのかどうか。30人なんだ。勢いなくなってんじゃん。パッとしないな、パッと。
スタップ君もいなくなったんでしょ。もったいね。なんでいなくなったの、スタップ君。ヨッサンに爆投げしてるみたいだね。ヨッサンの今ナンバーワン花火師でしょ、スタップ君は。塾長って噂あるけどね。一撃100万とかえぐいよな。スタップ君を名指しで呼びすぎて激怒させ、ああまあじゃあ配信スキルがないってことだな。その辺の基礎的な知識は 1,2 年で本来覚えないといけないんだけどね。なるほどね。まあ慣れ合い配信しかできなかった慣れの果てだよな。お花火ありがとう。いきなり飛んだな。お、なんか悪いね。匿名さんありがとう。ティッシュペーパーで遊ばないの、ペコ。ティッシュがいいの？ティッシュで遊びたいの？気に入ったみたい、ティッシュ。っていうかね、俺のアンチだからね、兵糧とか。俺にブロックされたから来てないと思う。大体俺のアンチは、俺の周りにいるやつに花火投げたりとか、俺の周りのやつを囲い出したりとかすんの。いや、だから、あれだよ、俺が絡まなくなったからでしょ。まあ、よくある話だよ。囲いのふりして全然囲いじゃなくて、俺のアンチ活動を広めたいから。俺にブロックされてるから、結構来なくなるんだよ。はい、ワード2、ユータン。最近絶好調だね、ユータンね。ユータン面白いもんな。喋れるし。いや、喋れるしね。すぐやらせてくれそうな感じがいいよね。すぐセックスさせてくれそうな感じね。くれるかどうかは別問題。すぐ、なんか、2000円とか払ったらやらせてくれそうな感じだもん。ユータンのね、写真撮ってあげたいんだよね。いや、すぐやらせてくれそうじゃん、うん、いや、じゃあ解放見ろよ、うん、じゃあ解放見ろよ。安い、ユータン面白いよ。美容院ね。オッケーオッケー。うん。ピキさんこんにちは。あれしょ、1000円カットでしょ。1000円カット。何ガブガブ。やめなさい、やめなさい、やめなさい。喧嘩しないよ、仲良く仲良く。いたずらっ子だからペコは。わあ、何よ。どんな感じで撮るといいんだろう。ユータン撮影どんな感じがいいかな。なんかサムネとかヘッダー用とかいろいろ撮ってあげたいな。
頭おかしいから頭おかしい解放いいじゃん別にリスナーやめろっていうことは言えないから水木希望ババアいい加減にしろよ本当にグラビアなのかよまさかのいいよ全然撮るよやってやるよっていう感じよまさか想定しなかったな俺のグラビア童貞は誰に奪われるんだろう配信者のグラビアとかも超笑うでしょいやそれは面白いねあの配信終了画面とかがグラビアだったら爆笑するよねお俺全然いいよ全然いいけどグラビアなんだくっそ面白いなもういいよ全然童貞に見える童貞に見えます逆にがわからない人っていうかどういう生活をしたらっていうか生活成り立つの その読解力っていうかグラビア童貞を捧げるって言った時に俺のこと童貞だっていう風に聞き取るわけでしょ日常生活に支障をきたすでしょ配信で露出が多いからサムネも露出ああまあ正解だよね正解正解まあサムネ水着はちょっといや別に謝んなくていいけど本当に分かんないのそれって日常生活支障をきたすレベルじゃないのその言語能力って大丈夫なの写像ってなんすか髭おやじさんは ハートありがとういいよなフランスで悠々自適になんか暮らしてるもんな領域いやな俺も日本から逃げたいよねもう金持ったら海外に住もう日本にいる理由が一つもないから、ね、いやー日本はいいやもうなんか日本っていう国は好きだけど日本人があんまり好きじゃない世界に出てみて日本人が嫌いなのかただ人間が嫌いなのかを確認しに行くよ俺なんかダメだ日本は日本っていい国だと思ってたけど全然好きになれないわ金つかんだら逃げるよ俺悪いけどこんな国何の愛着もないアメリカかフランスがいいないや俺はもうなんかやだインベーダーゲームしてるのかと思ったらインコじゃない文鳥だよ文鳥鳥さんですかわいいでしょあ来たもういいじゃあ来た、うん、インベーダーゲームではないよかわいいでしょ海外行くならどこに行きますか。
世界中行ってみたいな。にはいるね。いたずら、色ついてる方がいたずらっ子の若い様子で。ゆうたんってさ、若い頃原付乗ってたでしょ。乗ってなかった。16歳ぐらいから原付乗ってたでしょ。なんか俺ゆうたんのこと全部わかるから。痛い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 、やめて、顔はダメ。無免許でビーンっつって、でよくコンビニの前でうんこ座りして肉まんと缶コーヒー食べてなかった。わかるよ、何も言わなくても俺全部わかるから。喋りと顔見たらわかる。あと狂月よく飲むでしょ。狂月あれでしょ、お茶割りで飲むでしょ。25度。家に狂月の瓶転がってない、大丈夫？あ、違うのか。もう俺はイメージが固まってきたから。でパチンコ屋でアルバイトしてて、学生に手出すでしょ、若い男の子。彼氏をパチンコ屋で作ろうとしないで、バイト先で作ったらダメだよ。あー、いやいや、やめてやめて、ダメだよ。パチンコ屋さんは働く場所でお金をもらう場所だから、あの出会い中したらダメ。え、全然違う。いや全部合ってるでしょ。なんでそうやっていい格好しようつんの。もう全部知ってるから俺。絶対そうでしょう。中卒でしょ。中卒でしょ絶対。いやいや絶対ない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 、月に3回ぐらいアコムかレイクかプロミスに行く女だよ。俺は知ってるから。痛い痛い痛い、やめて。高卒なんだ。なんで見え張るの。なんで少しワンランク上の女でありたいって思うの。ダメだよ嘘ついたら。2個隣の駅のスナックで働いてるでしょ、あと夜。2駅隣の駅前のスナックやってるでしょ、それ当たりでしょ。知ってるから全部。本当は37歳だけど27って10個サバ読んでるでしょ。カズンさん、あ、今日もやってたの練習。偵察行ってきたんだ。偵察。マジで違うの？何？一つも合ってないの？二個上の先輩に中学1年生の時に初めてセックスしたでしょ。中1の時に二個上か一個上の先輩にモテ遊ばれたんでしょ。全部当たってるはずなんだけどな。マジか、一個も合ってないの。なんで嘘つくの、ゆうたん。ダメだよ、配信者は全部さらけ出していかないとダメだよ。なんでそんな見え張るの。ワンランク上の女を装うの。ああ、もう全部嘘だよ。ゆうたんは言われてるじゃない、俺の分析、あの何 FBI で働いてた頃の
調査能力を生かして見た目でプロファイリングしてんだよ俺は。見た目でプロファイリングまあ知ってるかな腰の回転使ってるのは知ってるけど、うん、あ、そうなの、マジか。何信じたらいいのか分かんねえな。あと子供いるじゃん、子供もう中学生でしょ中学今年2年生でしょ。いや知ってるけど、知ってるけど、っていうかあの武術の基本動作だけど、中学生じゃないの、子供いないの。ゆうたん嘘つきだな嘘ばっかり。なんでそんな。スパーリングやってた、どうだった、相手は動き良かった。嘘つきじゃない、大丈夫、大丈夫、いい動きしてた。そっか、あ、体重落としたんだ。じゃあ俺と同計量じゃん。初めては16歳の8月24日新宿でナンパされた人。いや、ナンパされてそのままホテル行ったとか、もうクソやりまんじゃんクソやりまんじゃん、当たってるじゃん、どうしようもねえじゃん、マジかよ。しかも新宿なんだ、そう面白いじゃん。やっぱ予想通りだわ16歳の8月の24日なんで覚えてるの、日付まで。女の悪いところってすぐ日付覚えるところだよね。いや、女って何でも記念日にするでしょ、すごいよね。何が記念なんだよな、こっちとら毎日がメモリアルだっつーの。なめんなよ、やりまんでしょ、ふざけんなよ。そんなさ、ナンパシーに引っかかってその日にお持ち帰りされるような安い女じゃねえかよ。何がやりまんじゃねえだよ、とんでもねえやりまんじゃねえかよ、むしろペラペラだわ。何そんな、なんかちょっと価値のある女を演出してんの。ナンパされてやるとかも、もう女のランクとしてはもう底辺だよ、底辺、底辺だよ。何が一目惚れだよ、もうこれ以上ないぐらい軽いわ、低層観念がもう薄い、薄いよ見ず知らずの人とよくセックスできるな、本当に16歳で。おこですよ、おこ。いろいろあるよね、人生いろいろあるよね。ペコ首長えな、首長い系男子だな、あのうるさいボン
お前ボクシングやったことねえだろ。あのね、俺ね、そのにわかが大嫌いなんだよ。ちょっと動画見たぐらいで、なんか達人みたいな素振りで軸足がどうとか、もうほんとやめて。まあ、剣道やってたからとか、もう全くわけわかんない話になってるし、俺だからそういうの嫌いだって知ってるだろ、俺のリスナーなら。はぁ、何がひどいだよ。放送の邪魔をするな。ひどいじゃねえわ、本当に。何がひどいだよ。基礎中の基礎だろ、そんな。めんどくせえから他でやれ、そういうの。ツイッターに書いてろ、ツイッターに。何がひどいだよ、まあ。いや、もう偵察行ってりゃいいじゃん。マナーは守れよ、お前、放送の。何年リスナーやってんだよ。俺面白いよ。配信会で多分46番目に面白いね。上から46番目ぐらいだよ。男子ね、男の雑談配信者上から46位だから、ミスター46って呼んでいいよ、俺のこと。46位男子雑談部門配信者の部、46のランカーだね。バカありがとう、ミスター46だから。女子で面白い人いなくないですか。雑談、男子と晴れる雑談配信者は桃七とゲルゲとツバニャンぐらいじゃん。この3人だけじゃん、あのちゃんと雑談配信で通用するレベルは。あとはもう可愛いだけだよね。あとは可愛いかすぐやらせてくれるか。だからユータンはすぐやらせてくれそうな女の子のジャンルを極めてほしいね。だからあのリナネコと同じジャンルだね。ブスなんだか可愛いんだか分かんないけど、なんか同級生にいそうですぐやらせてくれそうだからっていう理由で、あの囲われる配信者になってほしいね。まあどちらかっていうとブスなんだけど、なんかたまに酔っ払ってると、あの、可愛く、見えなくもないみたいな。うん。やりまん感というか、だから、そう、クラスにいる、近所にいる身近なブスみたいな感じかな。うん、すぐやらせてくれそうな。手頃なブス。おはよう。そうそう。そういうジャンルだから、ゆうたんは。いや、腹痛いじゃない。事実を言って、客観的事実を言ってるだけだ。俺の FBI 仕込みのプロファイリングで。あと、ゴールドマンサックスに勤めてた頃のマーケティング理論に基づいた分析の結果だよね。いや、みんなそう思って見てるから。毒舌でもなんでもない。やめて、毒舌っていう逃げ方。俺は淡々と事実を述べてるから。そう、リンゴは赤いとか、あの醤油は大豆でできてるとか、そういう話だから。寝起きじゃないよ。で、ゆうたんはすぐやらせてくれるっていう。ヤンデレラいらっしゃい。私意外とそんな女じゃないからって言うけど、すぐやらせてくれるタイプだから。
違う違う、誤解されてる。私喋りとかでそういう感じに見られるけどって言うけど、すぐやらせてくれる女だから。そう、あ違うんだって思わせてからの、やっぱり違くなかったわのパティーンだね。なんですぐやらすんじゃねえかよっつって。はい、サセコだね、サセコ。あと歌舞伎町で、あの朝方なんかわめいてない言うた、なんか俺歌舞伎町朝方行くの好きなんだけど、なんかわーわー言ってない朝方、なんか靴ベローンってなって地面に座り込んで、お店の前で、だってケイタ君がって言った、うるせえ行くぞ行くぞって言われてない、どうしてあんで私連れてって、うるせえや立てや行くぞーいって、歌舞伎町朝方の歌舞伎町でグデーンってなってない、わーわー言ってない、大丈夫、見たことあるかもしんないよ、もしかしたら。あ大丈夫、行ってない、ホストに引っ張られてない。朝方の歌舞伎町そんな感じだから面白いんだよね。キャバ嬢だか風俗嬢だか知んないけど、店の前で座り込んでぐでんぐでんになってる女見るの好きなんだよね。でイケメンに怒られてるの、うるせえよ行くぞ立てよとか言って、あれあの光景が一番好きだね、歌舞伎町で。朝方の歌舞伎町ほど面白いもんないかんね。そうなんだ、引きこもりなんだ、タバコはハイライト吸ってるでしょ、うん、ハイライト3箱吸ってるでしょ。いやいや、もうホストも浴場しないぐらい安い女だから。めんどくさいっすねって同僚のホストに言われる女のタイプね。解放か、ハイライトは解放とかもどうでもいい、もう俺の中で解放はもうどうでもいい、どうでもいいの一人だから。あんな不義理なやつ大っ嫌いだもん。はいこんにちは。もう解放とかほんとどうでもいいでしょ、うん、結構頭にきてるからね。もう世の中の7大どうでもいいにカウントされるぐらいどうでもいいよ。解放なんでブレブレになっちゃったんだろう、知らない。てか元からブレてない解放。いやブレブレなのはブレブレだったけどね。今日あったかいね。消えたんだ。何なんだろうね。俺中途半端なやつ嫌いだから。中途半端なのと自分を持ってないやつ大っ嫌いの。自分の意見とか自分らしさを持ってないのが、なんかコロ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 意見変えるやつ信用できないから、うわあいつあんま好きじゃないよ。
すげえな。私もぶっちゃけがっかりした。いるんだよ。いるんだよ、そのなんかブレるやつ。俺もう嫌いなんだよね。なんか人のなんかコメン、人の枠とかによってコメントとか主張とか変えるリスナーとか俺大っ嫌いなの。いない、そういうやつ。なんかここのリスナーとかでもいるじゃん。この枠で言ってることと他枠で言ってることがまるで違うやつ、ダッセー。そういう人間大嫌いなんだよね。信用なくすよね、信用。俺はどこに行っても適当なことしか言ってないから、ミスター適当だから。何をコメントしたらいいのか分かんない。もう配信向いてねえだろ、もう。いや、師匠に高田純次が、やっぱ高田純次イズムをね、体の中にこう脈々とね、流してるから。高田純次先生の DNA がそうさせんだよ。ひろゆきのモノマネ、この角度だと難しいかな。代わりに、ニコニコ生放送の創業者のドワンゴの会長の川上さんのモノマネやっていい？資産。ひろゆきのモノマネちょっと角度的に難しいから、それで代替していい？ダメ？いい？もともと、もともとに、ちょっと待って、声で出しづらいな。ニコニ、あれ？ニコニコ生、あれ？今日できないな。もともとニコ生ってダメだ今日調子悪いな。ダメだ、今日できなかった代わりに三輪明宏のモノマネやっていい？ちょっと調子悪いから全くできなかった。三輪明宏久々やっていい？いやいや、だってできなかったんだ、声帯がおかしかったから。ダメなの？三輪明宏やりたいんだけど。ダメだ、三輪明宏のトーンでもないな。ちょっとなんか喉がおかしいな。とても綺麗なオーラで、本当に日本人っていうのは昔は美しい、今度に清らが心を思ってたのね怒られるからやめよう。似てるでしょ、三輪明宏。最近の女子高生はああ短スカート短くて似てるよね、三輪明宏そっくりでしょ似てるよ、これはそっくりでしょ。似てるよね、三輪明宏ね。ああ私も見えるわよ、黄色のオーブね黄色はとってもピカピカピカチュウ似てるでしょ、似てるよね。
三輪明宏ね会心の出来でしょ。くさーっつってたらか角栄のすごいすごい人だったわよっつってわかんないけど、ちょ最近三輪明宏見てないからあのちょっと三輪のエッセンスが足りないかもしれない。抑揚がぶっ壊れてんだよね三輪明宏って。あのね、声に抑揚を出しすぎて、あの高い音と低い音がすげえなんかとんでもないスピードでぐるんぐるん回ると三輪明宏になるんだよ、うん、じゃあコメント三輪明宏風に言うからやってみて。モノマネ配信者じゃないよ俺は、セリフ書いて俺が三輪明宏風に言ってあげる。エッセンスを伝えるわ。三輪明宏風ね、うん、伊勢丹違う伊勢丹違うな伊勢丹によく言うと伊勢丹のお素材とっても美味しいのよねね、三輪さんだったでしょ。エビフライフ今のエビフライそっくりだったでしょ、うん、今のエビフライ三輪さんの言い方でしょ。カツカレーねえ、だんだん似てるのに気づいてきた。だんだん、うん、そっくりでしょ。パーソナルコンピューター、スマートフォン、うん、もうやめよう。そろそろ三輪さんに怒られる。三輪さん伊勢丹によく行くんだスポットライト当たってたちゃんと。なんか三輪さんでスポットライト光が強いところで立ち止まる癖がありそうだよね。なんか綺麗ねって言って美しいわねつってやたらピンスポットが当たる場所を探してそう。なんか日差しとか差し込んでるところにいそうだもん。テレビとかある。あ、有名だよ三輪明宏さんは。もう本当にすごいって有名。もうどの業界結構あの人コンサルとかさ、あのテレビのそのコンサルとかも全部やってるから裏方もやる人なのね。だからその俳優さんとかモデルさんの稽古とかもやるんだけど、もうすごいっていうね。どのジャンルの人もすごいっていう。俺が好きなのはね、あの宮崎駿ってめちゃめちゃうるさくてなんかこう頑固者じゃん。唯一ねすごすぎるって言ったのは三輪さんなんだよね。あのもののけ姫の声優でもうニヤニヤして宮崎駿がもうポカーンってなってんの宮崎駿が。で唯一演技指導したって言われてんのがあのモロの声やったじゃん、あの犬のモロなんだけど、イノシシのおっことぬしかな、おっことぬしと実はモロっていうのの演技が三輪さんできなくて、なんて演技指導したかっていうと元恋人ですって。モロとおっことぬしはもともと付き合ってた関係なんですって言ってあの演技になったの。すごいよね、うん、
キャーとか言うのミーハーだな。それは向こうびっくり、静かになさいって言われるぞ。こんなところで若い子がダメ、静かになさいって言う、そう言ってたでしょ。うん、言ってたでしょ。そん突然大きな声出したらダメよって、うん、三輪明宏が絶対言わないことなんだろう。三輪明宏が絶対言わないことってなんだろうな、うん、結構何でも言うかな。なんだろう、三輪明宏が絶対言わないことをちょっと考えてる今。うん、ビットコイン。わかんないけど。なんだろう、他に何がある。なんだろう、ほら化け物とか言わないの。なんだろう、ペイペイ。最近ツイッターでエゴサーチしてるのよ。気になるのよね。言わないよ。なんだろう、もっと言わないことあるはずなんだよね。セブンイレブンのプリン。なんだろう、言わなそうな、うん、もっと味の素味の素はいいわよ。なんだろう、なんかこれだっていう三輪さんが絶対言わないことなんだろうな。ちょっと、照り焼きマックバーガーを3個ポテトは L シェイクお願いね。言わないだろう、これは言わないな。クーポン持ってって。うん、おテレお疲れ。ピクルス抜きでね。セコンド決まってないね。なんでお前が決定権あるんだよ。なんで勝手に決めるんだよ。俺やるっつって。王様かよお前、ほんとやるの。俺やるっつってやりたいっつって。なんだよそれ、俺やるわっつってマイペースすぎるだろ。じゃあやって、じゃあやって。適当だから相変わらず。3ヶ月合宿やろうよ、それ面白いじゃん。なんでお前んちでやるんだよ。あ、じゃあやろう、わかった。なに、テルトレーナーにもなんの、セコンド兼トレーナー。ちょっとトレーナーもいないから、じゃあテル流でやろうかな。イメトレからやっつって、あれだろ、ゲームだろどうせ。ゲームだ。いやでもゲーム大事だよね結構。
オッケー、わかった。じゃあセコンドテルで。ゆえあれ面白すぎるもん。あれめっちゃ面白いよな。わかった。じゃあセコンド一人決まったわ、テルで。えなにもう完全引退したの、ふわっち。完全引退なの。プロテイン去年の残りだろそれ全部飲むわ俺が。ゲームしてプロテインつって、うん、やろうやろう。完全ではない、うん、あ、完全引退ではないんだ。おそうなんだ。俺もツイキャス始めたよ。やっぱやんないとまずいな。7割えぐいよね。儲かってんのキャス。よし、テルがセコンドについたことによって、テルの花火師からおこぼれ花火を狙うぞ。それはいい作戦だ。テルの花火師は本当に投げるから、テルと仲がいいことをアピールして、シュマジロー明らっぱ路線で行こう今年は。わかる、シュマジロー明らっぱ路線。初心ですって言って、ここ病院じゃないから。そうしよう。テルがいらなくなった微妙な花火師を俺がもらう。いやそうでしょ、やっぱテルチャンピンクラスになるとやっぱ最低30万ぐらいの花火師を抱えないといけないわけじゃん。だから2万3万ぐらいの花火師とかもうこっぱだから、テルからしたら鼻くそみたいなもんだから、そのテルさんからおこぼれをもらう作戦でいこう。そしたら今年はなんとか食っていけるでしょ、それだけで。そう、いやいや、もうそれくらいの財力あるからね、テル人は。てる人はできる子だから。2年前初めて出会った時はもうほんとホームレスみたいだったけど、今じゃね、なんかね、服すげえからね、総額200万ぐらいの服着てるからね、うん、よし、そうしよう。てる人のおこぼれを狙うぞ、てる人の。まさかね、捨て頃1の対戦相手がセコンドになるっていう、いい流れだね、これは。いい流れ。好感度上げてくから、好感度。っていうか最近徹子の部屋見てる？みんな。俺ね、3年前ぐらいに徹子の部屋見たんだけど、びっくりしちゃうんだよね。本当に何言ってるか分かんない。徹子さんが年取りすぎてマジで何言ってるか聞き取れないよ。徹子の部屋見てる？最近。っていうかやってんのかな、まだ。見てないでしょ。見て、もしまだやってるかどうか分かんないんだけど、テレビ持って。まだやってんの、徹子の部屋って。絶対見た方がいいよ。腹痛いぐらい面白いから。もう本当に何言ってるか分かんない、狂ってる。あと俺が大好きなのは、偶然見つけたんだけど、徹子の部屋のゲストがローラの回、すっげえ面白いよ。あのね、キャラが被りすぎててローラの部屋みたいになってるの。もうね、ずっとタメ語なの、ローラが徹子に対して。で、徹子キャラかぶりして、ちょっとイラッとしてライバル心出してんのが面白いの。いやマジでね、ローラ VS 徹子、徹子の部屋のローラの会話マジで本当に面白いから。うん、それはね、わかんないとか言って、あ、そうなんですね、わからないっておっしゃってもねみたいな、なんかちょっとイライラしてる徹子が見れるの。あ、そうですか、ローラさんはそんな普段もそんな感じなの？うん、そう、ローラこんな感じとか言って、あー、そうですかみたいな。すげえすげえと思って。すごい、なんか
なんか女の嫌なところ全部見れるこれと思って、マジでローラと俺ね本当にね、ローラは徹子の部屋の後継者になれると思ったもん。すっげえ面白いよ。もう本当に徹子がライバル心むき出したの、マジで面白かった。あれは徹子がイライラしてて、そうローラ一切ブレなかったからね、超攻撃的なスタイルだったから、あれは神回だわと思って、もう DVD 販売されたら買うもん、ローラ VS 徹子は。 YouTube か何かに落ちてたら絶対見た方がいいよ。ルールル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 だっけ、あれはもう腹痛いぐらい笑ったもん。ただの放送事故だからあれ。いやローラ仕掛けたなと思ってすっげえよ。でもねローラはあの正直あれを見た時に俺は徹子の後釜いけるっていうぐらい実力を感じた、うん、ローラ強いローラ強いよ。四つ目あった、ああいや絶対見た方がいいよ本当に。下手なね配信なんかでダラダラ過ごしてるより全然面白いから、徹子の部屋ローラの回マジでおすすめだから、あのストックしておいた方がいいよ。メモリアル版だよ、メモリアル版。まあ、芸人殺しで有名だけど、もうそのネタは擦りすぎてて面白くないんだ。っていうかマジでのんちゃんが調子悪すぎてな、心配だな。俺の可愛い可愛いスイートハニー大丈夫かな、のんちゃん。あんなに毎日遊びに来ててね、1週間も来なくなったの初めてだよ、2年付き合ってて。いや気がかりだよ、こんなこと今までなかったもんね。なんかね頭痛いのは何度もなかったらしいんだけど、鬱がひどいんだって今。明日行くね明日行くねって毎日言っててるんだけど、もう鬱で動けないんだって。かわいそうに俺のかわいいかわいいのりこが、俺のかわいいかわいいのりこがさ、うつ病の治してあげたよね、のんちゃん。なんか不安なことでもあるのかな。書店ですってそうですか書店ですは違うでしょ、どんなシチュエーションだよここってカレー屋さんですか、書店ですえ、他に何がある、書店ですっていうのすげえ限定的な言い方だよ。え、そのパターンしかなくない他にある、汎用性低いな、初心ですはこっち側だったけど書店ですは向こう側じゃんっていう。いやだってないでしょ書店ですっていう、他にどのシチュエーションがある、それは主観ですって。いや主観じゃないよ陰粉できたな、ラッパーみたいな。いいよ主観ですって言われても、ね、うん、なんだろうね、うん、なんだろうね、なんか腕試しをされてるね、すごい生主力を測られてるよ、なんかジャブジャブつついてきてるね、なんか書店ですって言われても、ね、主観ですとか言って意外と引き出し少ねえなこいつ小出し小出しにしてるよ、もっと勢いあんのかと思ったら、
引き出し少なすぎるだろ。仕掛けるなら10個ぐらいメモっとけよ。もっと来ると思ってたら全然ねえじゃねえかよ、レパートリー。なんだそれ、広がらねえぞ。たまにいるんだよ、リスナーコメント力ないくせに配信者に頼りっぱなし、もう肩預けっぱなしみたいな。そうで、滑ったらなんかふてくされるリスナーとか、ほんと殺意湧くよね。本当にお前が滑ったんだからねっていう、お前の振りが悪かったんだからねっていう、お前の振りが悪いのになんでこっちが滑ったみたいにされないといけないんだよっていう。難しいよ本当に。今来たワドツ。ああ元ゲスワーカーさんいらっしゃい。やめたんだ、いいね。元ケースワーカーっていいね。情報量が多いよね。なんかね、なんとかママとか言われてもね、なんとかのお母さんとか言われても情報量少ないじゃん。あ、子供いるんだっていうぐらいじゃん。そう。でも元ケースワーカーは結構情報量が多いし、なんかドラマがあるよね。なんなんだろうね、なんとかママ多いよね最近。あとネイルのサムネ殺意湧くよ本当に。コテハンで大体人となりが分かるからね。ひろゆきあれじゃん、鼻が高いからじゃん。鼻が高いのとヒゲだと思うよ。前髪作るとそれっぽくなんだよね、でも今の角度はひろゆきっぽくないよね、唇お化け。実家の安心感みたいな、いやーだってそれを心がけてんのもん。そう、お正月のみんなが集まった感じ、親戚のおじさんでいたよ。親戚にめんどくさい変わったおじさん、働いてない変わったおじさんみたいなポジションを守ろうと思ってるから。あのサザエさんでいうところ、あの隣の家の浪人生みたいなキャラクターだから。あいつ働いてねえなっていう。でも俺思うんだけどさ、その働いてなくて何が悪いんだよっていう。いやもう全然、もう毎日エブリデイだもん俺の正月は。だから本当に曜日が分かんないんだよ。気がついたら本当1年経ってるの。いや思わない、なんで働かないといけないのって。意味が分かんないんだ。別に働かなくていいでしょうっていう。働きたいやつだけ働きゃいいんだよ。ニニこんばんは。マジね、憲法から勤労の義務なくしてほしいよ。おう、メトロさんいらっしゃい。マジでね、なんかそのなんか憲法みたいなもの、偉いもの、素晴らしいもの、なんか格式の高いものに働くとか働かないとか余計なこと書かないでほしい、それはあれだよ、風俗嬢だからだよ。そう。偏見出た。風俗嬢に対する偏見が出た。風俗嬢は呼びわかるよな。ちょっとひどかったな今のは。いや税金を納めたら仕事っていうか、なんかいや別に俺はなんか税金を納めて配信も仕事なんだみたいな、もうそういうめんどくさいことやめたの。昔言ってた時あったけど、いや働かなくていいよ全然。働きたくないんだもん。働きたくない人は働かなくていい、働きたい人は働きゃいいと思ってて、なんかね、そのなんつうんだろうね、え動物なんだからさ、ほっとけよって感じだよね。そう思わない？いやわかん、猫になりたい俺も。猫ずるいよね、まあ憲法はもうそうだよ、国家を縛る法律だよ。ただ義務条項をつけてるっていうのおかしくない？じゃあちょっとテクニカルな話していいの？あのさ、日本国憲法ってさ、そもそも国民が誤解してるの、憲法を理解してないっていうのとさ、あの義務教育の段階で憲法に義務条項を教えるって、俺本当に歪んだ国家だと思わない？憲法っていうのは国民に守らせるものではないの、そもそも。
それを憲法自体に書かれてるんだよ。憲法は公務員が守るものとか、その内閣とか天皇が守るものって書いてあるんだよ。それを義務条項を国民に教えるって本当に教育おかしいと思うよ、うん、いや働きたい人は働きゃいいじゃん、うん、働きたい人は働きゃいいんだ。別に働いてる人に文句はないよ。そうじゃなくて働きたくない人もいるのに働けっていう発想が良くないっていう。働きたくない人は働かなくていいじゃん。働きたい人は働いたらハッピーじゃん。両方とも幸せじゃん。そう思わない？ただただそう思うんだよね。ご飯はね、あのツイッターに載せてある。小学生だからさ、なんか勤労納税教育とかいう教え方やめてほしいよね、本当に、うん、働きたくない人、そう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 。あのね、だからね、まあでも最近ね、ネットが広まったりとか、コメンテーターがそれを言うようになって、俺、小室直樹先生の功績でかいと思うんだよね、憲法論、憲法言論。まあでもね、元ケースワーカーだから役人の立場だったのに、ちゃんとしっかりしてるよね。どうやって食べるの？あ、ご飯？どうやって？こうやって。お箸も、右手でお箸持って、左手でお茶碗を持って、こうやって食べる。生活できるのはそれでいい。そう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 。それでいいじゃん。てか、働きたくないやつなんか全員生活保護にすればいいんだよ。うん、生活保護の額を減らして、うん。そう思うよ。収入の話？いや、知らないよ、そんなの。知らないよ、そんな。だからそれが嫌だったら働きゃいいじゃん。俺はだってリスナーから金もらってるんだから。俺リスナーから金もらって食ってってんの。みんなから金く、みんなが金くれんだもん。ラッキーだよね。いや超ラッキーでしょ。働きたくないって腹くくって意固地になってネットでずっと喋ってたらお金くれる人が現れるんだよ。意味が分かんないでしょ。何お前のとぼけは嫌いって。失礼だな、こいつ。ブロックしよう。なんでこんなやつにお前扱いとかされないといけないの。超ムカつくんだけど、なんだこいつ。はい、ブロックでーす。ほんとマナー悪いよね。なんでさ、いきなりさ、会ったこともない人とかにさ、お前扱いすることができるんだろうね。そう、労働の自由なんだよね、本来。あれ、労働の権利だったんだよ、もともと。勤労の義務って言ってるけど勤労の権利なの、あれって。本来あれさ、憲法の原案とかちゃんと読むと分かるけど、国家が勤労の義務の意味知らないでしょ、みんな。あれっていうのは働きたい人が国民にいる時に国家が仕事を作るっていう意味なんだよ。あれ知らなかったでしょ。働かないといけない国民の義務だと思ってるんだけど違うよ。本来の意味合い的には勤労の権利、要は働きたい人があぶれないように、働きたい人が多くいる場合とか一人でもいる場合、国家が仕事っていう場所を提供するようにっていう意味合いなんだよ。意味教えろよ、ちゃんとな。だって罰則規定がないんだもん。だから税金とかは勤労納税の義務で合ってるんだよ。罰則規定あるじゃん。税金納めなかったら罰金とかあるでしょ。罰則規定あるじゃん。働かないやつに罰則規定ないでしょ。騙されてるんだよ。学校行かなかったら罰則とかないでしょ。死刑とかないでしょ。懲役3年とか。でしょ。おかしいんだよ、だから。猫の公民館だから働かない。じゃあじゃあこの放送が猫の公民館だよって言ってるの。猫の公民館だったらメトロさん建物じゃねえかよ。
建物目線かよ。あーぶれないっつうか、俺子供の頃からあんまポジション変わってないよ。ただなんだろう、そう学んだりとかしてポジションが変わった時には変わるって言ったら、例えば死生観とかもちょっと若干変わって、生まれ変わりはないって言ってたの、断言してたの俺は。生まれ変わりは絶対にないって言ってたんだけど、ものすっごい超低確率であるっていうのに変わった。とんでもなく膨大な無限に近い宇宙の時間と、もう超低い確率で、どういうことかっていうと DNA とか体の構造が偶然一致になっちゃうっていう、長い時間をかけすぎてっていう可能性はあるっていう、いうぐらいにとどめてる。だから昔は生まれ変わりは絶対にないって言ってたけど、何かしらの奇跡が起きて超膨大な時間が宇宙に流れてるとしたらありうるかもぐらいに。髪の毛はね黒く染めてる、今黒にした、赤にはしないかな。今度なんかね、今度っていうか最近大御所の人と会うこと、仕事で会うことが多いから、あの失礼のないように黒髪にしてるんだよね。まあまあ気分変わったら染めるよ。宇宙の話すいません、フリーメイソンについてご意見いただけますか。俺フリーメイソンから誘われてるからね。あのフリーメイソンっていうのが関明夫とかが語る前にあの誘われたことあんの俺。フリーメイソン知らなかったの、厳密に言うと。あの社長やってて、俺会社やってて、ですごい若かったのね。で面白い人、すごい面白いって変人扱いされてたから、社長連中の中から、若い社長連中からすごいあの面白い人が好きな人いるからつって紹介された人、喫茶店で2時間そう宇宙についてとか自分の経営についてとか経済のこととかブワーッと喋ってたの、いつも通り。そしたら君は面白いねみたいな。でその人も、あこれは俺はこう思うこう思うって、宇宙ってこうなってると思うみたいな、なんか会社の経営と全く関係ない話をお茶飲んでて、で帰りに君さって、そのフリーメイソンで知ってるって言われて、いや知らないっすって言って、あ知らないんだっつって、君もしあの興味があったら俺の名前使ってって言って名刺渡された。それフリーメイソンだった。でフリーメイソンって、その当時なんだけど会員が日本に2000人しかいないのね。でフリーメイソンがなんで秘密結社って言われてるゆえんかっていうと、ランダムに2人からの推薦状が必要なの。だからもう1人に誘われたら俺入会できる、2人で、この2人が口裏合わせてこの人入れようっていう入れ方はダメなの。要はフリーメイソン会員が偶然人生の中で2回こいついいな、仲間に入れたいなっていう風にならないと入れないの。だからその血縁主義じゃないけど思想、要は自分たちに似てるっていうファミリーなんだよね、あれ。で月額ね、会費は日本の会費は月額7万かな。だから金持ちクラブだよ、ただの、ライオンズクラブと一緒。ルイ・ヴィトンの猫柄のバッグ欲しいけど働かなくても手に入りました。ああまあもらえばいいんだよ、買ってくれる人から、次のフリースタイルジョンソン、フリースタイルダンジョンじゃなくてジョンソン、え何フリースタイルジョンソン、フリースタイルジョンソン。フリーメイソンっていうのはもともと十字軍とか分かる？多分ねキリスト教のことを話さないと分からないと思うんだけど、十字軍は分かるかなと思います。萎縮職人のギルド、あのゲームとかのギルドってあるでしょ。そうそうそう、結構だから金持ちクラブなんだよね、月額7万はだから庶民じゃ入れない。欲しいと思うといつも手元に、それ無遊病で泥棒とかしてない、フリースタイルジョンソンが分かんねえな、
ただの金持ちサークルだよあれは。なんかみんなが考えてるような世界を動かしてる秘密結社とかじゃなくて、ただ単に金持ちが集まって金持ちが談合して金持ちが仕事回し合ってるから世界動かしてるように見えるだけでしょ。だってあれだよ、イギリスのロッジとか月額なんだっけ、入会金3000円とか払ったら旅行客でもその場で入れるよ。だからその国によって全然ルールが近かったりする。日本のはもう完全に、なんだろう、もともとなんでフリーメイソンっていうのが流行ったかっていうと、ヨーロッパでそのカトリックとプロテスタントが喧嘩してて、カトリック の, そのローマ教皇が要はプロテスタントの人とお酒飲んだらダメだよっていう風になったの。いやだから知り合い2人からの推薦状あったら入れるよ。でイギリスのロッジだったら旅行行って入会書みたいなの書いたら入れるよ。そう思う、別に何もないだろうけど、メールマガジンとか届かないと思うけど、まあいいや。でまあメトロさん、それは引き寄せの法則なんで、なんて言えばいい、何の話だっけ。でプロテスタントとカトリックが一緒にパブとかでお酒を飲んだらダメだよってなったの。いや、異教徒と飲むっていうことはもう禁止者を、カトリック側がプロテスタントを弾圧したの。その時に言い訳として使ってたのがフリーメイソンなの。プロテスタントとカトリックでも別に仲いい人は仲いいわけじゃん、宗教上の理由だってさ。俺天台宗なんだよね、うち真言宗だからちょっと友達付き合いできないわとかないでしょ。同じ仏教でも、お前チベット仏教かよ、じゃあもうお前とは話さねえわとかないでしょ。でもカトリックはそれをやっちゃったわけよ。でどうやって買いくぐったかっていうと、ギルドで買いくぐったの、引き寄せの法則。引き寄せの法則好きだったらあれを読んだ方がいいよ。ロンダーバーンの本じゃなくて、思考は現実化するっていう元ネタの本読んだ方がいいよ。すっごくいい本だよ。14歳の時に買ったけど未だに持ってるし未だに読むかんね。引き寄せザ・シークレットはダメ、ちょっとオカルティックだね。あ、ナポレオンヒル読んでるんだ。まあじゃあ、まあ同志ですよ。まあ俺も使いまくってます。引き寄せの法則はあるって知ってた方がいいよね。本当に夢、なんつうんだろう、世の中って、まあまあやめよう。俺とメトロさんだけ分かればいい。俺でもね、本当にね、この宇宙ってね、仮想現実なんじゃないかなと思うよ。本当に。いや、名著だよ。ナポレオン・ヒルの本は、絶対に子供に読ませるべきだと思うもん。もう、この世の宇宙の法則だよ。いや別に博識じゃないよ、全然全然博識じゃない。あ、そうそう、今更なんだけど、すっげえ今更なんだけど、今日本バックナンバー買ってきたから、雑誌の。俺さ、動画をさ、映画を撮るって言った時にさ、一眼レフで買うなんてバカだろうって散々叩かれて反論していいっすか。今見てる人全く関係ないんだけど、ログを残したいの、みんなに承認になってもらいたいのね。結構バカにされたの、スチールカメラ買ったことに対して。でそのに行って結構買ってきたんだけどさ、そもそもね、ビデオサロンっていうのって、これ映像業界の映画とかテレビとか働いてる人がその読む本なんですよ。こういうビデオサロンっていう本があるの。その映像制作者の雑誌なのね。まあ、普通の人は知らないと思うけど。で、もうそれの特集でミラーレス動画ってほら一眼レフとか書いてあるのよ。だから俺間違ってないの分かるでしょ。ほら。
もう一眼レフカメラで動画撮るっていうのは当たり前なんだよ今。こういうのをちゃんと勉強してやってんの。ソニーの α7 特集もされてんのよ、ビデオサロンで。そうだからもう謝ってほしいんだよね。スチールカメラでお前ビデオかよとか言って、すげえバカにされたかんね。そういや今主流なのよ、価格が安くてそのこういう写真のカメラで動画を撮るっていうのが主流になってきてるの。ミュージックビデオとか現場で結構使われてんのよ、一眼ミラーレスカメラでどうやってその映像だから裏とかは本当の映画用のカメラとかテレビ用のカメラなのよ、内容とかでももう特集されてんのよ、その安いカメラでサブカメでどうやって撮るのかっていう。そうだからさ本当にさ叩いた人さ謝ってほしいんだよね。現場の最前線の人たちから教わってるからさ、知らなかったら知らないでさ、いや知らなかったわって言ってくれりゃいいけど、散々ボロクソ言われたかんね俺。ふざけんなよな。でめちゃめちゃ勉強したかったのにさ、それさなんかさ普通のさ映像のこと知らないリスナーさんからするとさ、あそうなんだっていう風に思うじゃん。なんでこっちのこういうカメラ買わないでワドは写真のカメラ、写真撮りたいだけじゃんって誤解されてるわけだから、すげえムカつくんだよね。ナポレオンヒル読んだ方がいいよ絶対。人生の奥義っていうか、まあちゃんと実践しないと意味ないけど、あのも最後まで読み終えて実践体感を得た時にものすごい感動があるよ。っていうか世の中ってこんな簡単なからくりで動いてんだっていうね。メトロさんそれもオカルト的な本じゃないの。すごいそのトーマス・エジソンとか、フォード、車のフォードってあるでしょ、あそこの創業者とかずっと取材して追いかけてんの。だからビル・ゲイツとかも読んでる本だよ。もう昔の大富豪200人とかを取材しまくってる本で、で彼らには共通項があるっていう本なの。絶対読んだ方がいいよ。あとそのなんだっけ、あのエピソードが好きなんだよな。まあナポレオンヒルの思考は現実化するって5000万部ぐらい売れてる世界的な名著なのよ。日本だと200万部ぐらいしか売れてないんだけど、めちゃくちゃ売れてるベストセラーで、逆に読んでない人の方が変ぐらいだと思ってるよ俺は。まあ売れてる本だから正しいこと書いてあるとは言わないけど、何でもかんでもバカにすればいいってもんじゃないでしょっていう。読んでもいないのにバカに、なんか読んだ上で反論するんだったら俺はまともな人だと思うけど、読んでもないのに否定する人は俺はバカだと思ってる。知らないから叩くってよくできるよな。実践する人があんまりいないんですよ。あ、実践っていうかね、多分ね読んでないんだと思うよちゃんと。アファーメーション、アファーメーションなんか今流行りのさ自己啓発じゃん。それをさ何十年も前に体系化してるからね。いやすごい本だと思うよあれ。でももう本当に引き寄せに関してはあるからね絶対。引き寄せの法則の話もしたいな一回。ただなんかオカルト扱いされるのがすげえ嫌なんだよね。すごく当たり前のことを言ってるんだけど、あの引き寄せの法則っていう言い方がね、
読んでる人でバカにしてる人見たことないもんね。読んでないやつが大体バカにすんだよ、勝手にイメージを刷り込んで。中島ラモばっかり読んでた。中島ラモさん読んだことないな。すげえかっこいいんでしょ。荒野が好きだったよね、中島ラモさんね。ペコペコランドいらっしゃい。いい。ねえ、人を動かす。俺何持ってたかな、カーネギーは。カーネギーは一番人を動かすがいいっていうよね。俺何だったかな、カーネギーのやつは名言集みたいなやつだったな。何だったかな、茶色い本のね、カーネギーの本よく読んでた。ナポレオンヒルのね、もともときっかけの人だからね、鉄鋼カーネギー。あ、でも本読むことは大事だなと思うよ。俺全然読書家じゃなくてダメだなと思ってるけど、やっぱね、本を読んで得られるものって多いよね。なんか宗教系の本ばっかり読んでたから、仏教書ばっかり読んでたよ。仏教の本面白い。茶色は道は開けるか、それだ、道は開けるかな、カーネギーも全部集めてもう一回読み直したいな。読みたい本が溜まってるよ。図書館だよ、ここは俺のアジトだから、秘密基地だから。男の子の夢、書斎、書斎というかごちゃごちゃしてる漫画喫茶みたいな。顎が痛い。そっか、でも嬉しいな、青山が
セコンドやるよって言ってくれて、ありがとう、ハートありがとう。ああ、俺はのんびりだもん。無理はしない。猫だから。あのね、ちゃうんだよ。三松さんやりたかってんの、実は。スタッフさんとミーティングして、いや、三松さんめちゃめちゃやりたがってて、って。昨日も連絡あったよ。まあ、いろいろその事務所との兼ね合いで、ふわっちポイントは方針登録できるのかとかいうミーティング内容だった。延長、あ、アイテムありがとう。これって個人登録なのか、法人登録、法人登録の場合どうしたらいいんだっつって。そうそう。三松さんはめちゃめちゃ乗り気なんだよ。ふわっちに対しては。ただ、ドラマの撮影が月末に決まっちゃってて、そう。すげえなんかいい役で、三松さんが。ドラマって結構大変なのよ。そう。それでね、スケジュールが、変わっちゃったんだよね。多分、もうそろそろやるんじゃないかな。わかんないけど、三松さんの家にお邪魔するの緊張するよね。三股ダンス、三股ダンス、花火100発で三股ダンスやるらしいよ。三股ダンスめちゃめちゃ面白いからね。風船ありがとう。100発上がって三股ダンスは絶対跳ねると思うよ。もしかしたらふわっちの稼ぎ頭になるかもしんないよ。てっ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 てあれはずるいよね。言い方も面白いし、いや、アイラの方が稼ぐでしょ。アイラは本当に天才だからね。あれは化け物だよ、本当に。本当の化け物、アイラは。前澤の偽アカウントツイートしてるの笑った。あ、そう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 。ある北郷さんのリツイートで発覚したんだけど、100万円プレゼントあったじゃん。前澤さんの。で、三松さんが本人をリツイートしてるのもちょっと薬とくるんだけど、どんだけ金好きなんだよって。だけど、三松さんアホだから、ネットリテラシー低いから、偽物の100万円あげますっていうやつもリツイートしててアホだよね本当に。武田鉄矢は花火100発でモノマネするって言ってた。三股ダンス200発って言ってたっけ。いやでもね、ねえ、武田鉄矢のモノマネはもう鉄板芸だからね。それで飯食ってきたところあるからね、前半戦はね。だって子供の頃俺見てたもん、武田鉄矢のコント。あれなんだっけ、ボキャブラ天国に出てたんだっけ、ジョーダンズって。一番最初の出世作って何だったっけ。ボキャブラ天国のコントに出てなかったっけ。あれ違ったっけな。三松さんの露出って何から見始めたんだろう。ボキャテン出てなかったっけ、ジョーダンズって。出てたよね、ボキャブラ天国。違うかな。え、ボキャブラ天国ではないの。ボキャブラっていう別の番組なの。なんかボキャブラ天国は違うのかな。ボキャブラだっけ、なんかショートコント、なんか超低予算番組で、なんか赤いカーテンバッてやる
で箱の中でコントする、小さい箱の中でコントするやつですね。ボキャブラとボキャブラ天国は違うのか、うん、合ってる。ボキャブラ天国だよね、そうだよね、合ってるよね。あれで多分 見始めたんだよね。武田鉄矢似てるかんな。楽しみだね。今さんいじるかんな俺のことな。結構いじってくるからな。この部屋ディスり倒してたもんね。ワンピースのフィギュアとかあるやつはにわかなんだよって言って。この部屋なんかあれだな、本読んでる風だなって言って。すげえ上から来られたかんな。めっちゃ俺マウンティングされてると思ったもん。あのコメント欄とかでされることは多いけど、リアルにあんなマウント取られることってないからびっくりしたもんね。うわマウンティングだと。さすが三松さんだよね。でもいいよね、なんかネアンはあの人うまいよね、やっぱ面白かったよ。絡んでみてやっぱプロの芸人さんすげえなーとか思ったもん。なんかそのなんかスルースキル、俺が一番びっくりしたのはコメントのスルースキル高えと思って、あのコメント選んで拾ってたからね、ちゃんと面白くなるコメントだけ拾ってたから俺より上手いんじゃないのと思ったもん。でコメントスルーしてましたねっつったら、ああ面白くなるのだけ拾ってたよって言ってた、普通にそれでいいのって言ってて、いや普通に配信できてると思って。やっぱね舞台踏んでる人は強いよね、そういうところは、うん、テレビ芸人じゃないっていうね、舞台もちゃんとやってるからっていう。まあエンターテイナーだよねプロの。なんかとっつまちとかやったら面白くなりそうだけどね。三股さんのとつまちとか見てみてえな。なんかかそ生主とかが売名にバンバン電話かかってくるみたいなさ。企画提案してみよう。三股さんつってとつまちっていう文化があるんですけどやりませんかつって、くずかいの黒船。三股さんとつまちやったらどうなんだろうね。いけそうな気がするけどな。なんか慣れてきたら提案しようよ。三松さんって電話相談っていうか、とつまちっていう文化があるんで、つって。でもそれでね、あの、なんだっけ、アンジャッシュじゃなくて、なんだっけ、あいつ、干されたの。低燃費に噛みついて干された芸人いたよね。誰だったっけな、堤下だ。あれかわいそうだよな、堤下悪くねえよな、別にな。見事に干されたかんね。まあオフィス来たのは大丈夫でしょう、吉本じゃなくて。オフィス来たのは俺オッケーな気がするから。わかんないけど、なんか炎上してもなんか美味しくにしかならないと思うんだよな俺三松さんって。意外と炎上させないしね。あでもねビデオサロンさっき読んでたんだけどびっくりした、あの上位機種よりも動画意外と α7-3 いいじゃんっていうデータが載ってて、あの α7RS とかそのいろんな α7 シリーズの比較、画像の比較とか出てるけど、あのいいんだね本当に α7-3。そうそうそう、画素数だと R の方がいいようにスペックでは書いてあるけど、実はちょっとコントラスト強めで
パキッとした絵でコストパフォーマンスめちゃめちゃいいって書いてあって、あセンサーの追従とか、これ面白かったね。検証もう買っちゃってるから意味ないんだけど、今更検証しても。あとそのなんだダヴィンチのカラーグレーディングとかも載ってて、これ毎月購読しよう。高えんだよこれ、1200円もすんだよ。いやビデオサロンバックナンバーまで買っちゃいましたよ。アルファ7の去年の6月号と11月12月がミラーレス動画のミラーレス一眼で動画を撮るっていうミラーレス動画 Q&A 特集と、こっちはなんだミラーレス動画一眼記録形式っていうで、今月が、ポケシネ 4K 撮影ですかね。要はあのなんだ今流行りのあのブラックマジックとか出してるやつでしょ。要はあのなんだ 4K あのなんつんだっけアクションカムでしょこれ多分。いやついにで今年の今月の付録がライブ映像プロダクションガイド2019ですよ。これはちょっとあのなんだろうライブ生放送に使う機材、プロ用のライブ生放送、すごくない？これどういうことかっていうと、これプロの映像作家が読む本なのよ。そこにライブストリーミングってこれどういうことかっていうと、需要がもうあるんだよ。これどういうことかっていうとさ、あのなんだアベマ TV とか17とかの公式番組とかで使うでしょっていうことなんだよ。これ読んでおけばどういう機材、どういう風にプロ用の機材なんだけど、1個ね30万40万する機材なんだけど、これをやったらライブストリーミングできますよっていう、いやこれ時代だなって思うよ。あごめん、ライブってあの音楽のライブだったわ。嘘でしょ、ライブ映像ってえ音楽とかのライブだったわ。え間違えた。あそっちのライブなんだ。舞台とかの方なんだ。うん、まあいいか、勉強になるから。すげえな、三脚1個30万、やば。リーベックマンフロットスリックダイワビンテンザハトラーリモートコントローラー、それリモコンでしょ。ついに手出してしまったか。多分これセミナーとか通い出すな俺。多分暇見つけてアップルのビデオセミナーとか行くだろうね。あとイルコさんのセミナー行ってみたい。はいどうもこんにちはイルコですってあれちょっと腹立たない？え、この中にカメラわかるリスナーいる？イルコさんっていう外人がいるんだけど、もうすごいのよ写真の撮り方、もうプロのノウハウバンバン YouTube で載せてんのイルコさん、外人のロン毛ので、はいどうもこんにちはイルコですってやんの。来年はインタービー、あれかな、マカリメッセでやってるやつかな、インタービーって誘われたんだよな。なんかシトルリンは行ったって言ってたね、インタービー。インタビューってそれっすよね。シトルリン行ったって言ってた。誘ってくれりゃいいのにね。シトルリンもほらカメラ好きだから。なんか今年はなんかあれがすごかったって言ってたな。なんだっけ、ジンバルコーナーが熱かったって。ジンバルも欲しいな。シンバル欲しいなぁ。っていうかもう映像はマジで沼だな、ほんと金かかりすぎる。マジでこれからカメラ始める人に言っておきます、絶対に手出すなって。金のかかり方がいろんな趣味やってきたけどえぐい。
とにかく金食う趣味だよ。趣味でやるもんじゃない。映像をやりたかったらちゃんとあの会社に入ってただで機材扱える方がいいよ。仕事でやるべき。あの生半可に手出すとやけどする。これあ、そうだ、さっきね、げんちゃんから連絡来てね、俺の曲作ってくれたって言って、ごめんって、前回作った曲気に入らなくてって、今回マジでいい曲作ったからって聞かせてもらったけどね、結構かっこいい曲で、あの、ちょっと音楽出そうかな音楽出すんで、ちょっとミュージックビデオはどうも、そろそろやっぱツイキャスに合わせてミュージックビデオ作らなきゃなって思ってるんで、あの交互期待ですよ、交互期待。プロモは自分で作ろう。でもなんか動画好きな人とか写真好きな人のいいところって、あの普通職人かたぎの人って知識とかってあんま語りたがらないんだけど、共有したらネタ食いぶち盗まれるわけだから話さないんだけど、動画系の人のいいところってみんなオタクだからニコ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 惜しみなく話すんだよねそこがね、なんかね、うわーいいなーっていう。どの業界の人もね、なんか奥義みたいなの隠さないでね、シェアシェアシェアで情報交換しまくる文化があって、そう、そこがいいんだよね。みんなめちゃめちゃ協力的で、なんか映像やってる人が多分世の中に少なくて、なんか同種の人間を見つけるとね、テンションが上がるところがあるんだと思う。俺もだからカメラ始める後輩とかできたらめちゃめちゃシェアしよう。カメラ面白いよ、写真面白い。なんか今日写真コーナーの、あの写真集とか見てて、なんかマンホールとかいいね。マンホールの中の写真集があって、なんか良かった。薄暗いところに光が差し込んでたり、汚ねえんだけど、地下道、下水道、下水道マンホールがきらびやかなの、なんか汚いんだけど綺麗みたいな、なんか漫画の世界みたいなさ、うん、おお、いたばば、こんばんは、いらっしゃい、いたばば、お疲れ。かっこいい映像を撮りてえな、たくさん。板場はなんかあれだよね、宣伝したいことがあるって言ってたよね。あれなんかいつタイミング設けよう か、 なんかコラボ放送かなんかで板場に説明してもらった方がいいかなと思って。俺が頭悪いからさ、文章だとよく分かんなかったから、今度コラボ放送でもする？オズマ？オズマが分かんないな。オズマってなんだろう。オズマ？ DJ オズマしか分かんねえな。オズマって何？板場。いつやる？コラボ放送全然いいよ、いつでも。いつのタイミングでも。オズマってなんだろう。おい、お疲れっす。わかんない。ビデオカメラ、ビデオカメラ持ってないよ俺。一眼レフはソニーだね。あ、あれか、あのちっこいやつか、ジンバルがついてるやつか、ちっこいやつ、すごい小さいカメラの。あれはね、生放送向かないよ。あら、ダメ。オズモジャ、オズモジャわかんないけど、なんかあれじゃない、 YouTube で今流行ってるジンバル付きのさ、小型ビデオカメラのことだ。あれでしょ。あれは持ってない。あれはね、あの生放送には向かないし、俺が持ってるの上位機種だから。オズモ、オズモっていうの、
もう一個ワンランク上の使ってる俺は。あれはね、あれを買うんだったら今持ってるカメラのジンバルっていうのが欲しいかな。ウェアラブルカメラの発展系だねあれは。まあでも入門機で持っとくならあれはすごいいいと思うよ。あの高い30万とかのカメラ買うんじゃなくてあれから入るっていうのはありだと思う。あれすごいいいらしいよね。流行ってるしね。カメラの進化がやばいよね本当に。あれ知ってる？今 iPhone の新しいやつって 3D っていうか、写真のデータの中に奥行きが出んの知ってる？疑似 3D みたいになるの。やばいよあれ。要は1枚の写真でこの写真の距離がどれくらいにあるかっていうのを全部撮っておいて、後で焦点距離変えられるの。要はぼかしができんの。なんつうの、疑似ぼかしっていうのかな。いや iPhone 新しいのすごいよ。要はここの背景だけぼかすとか、ここだけぼかすとかできんの。要は距離を、もう距離がデータに入ってて、後ろだけぼやっとぼやかしたりできんの。自分だけくっきり映るとか。えぐいよあれはね。もう一眼レフいらねえだろうと思ったもん。 あとね、欲しいなと思ったのが3万円で売ってるね、あのあれがあって、3万円じゃない、2万いくらで売ってるなんかね、 F1.2 のレンズがあるって書いてあったな。 F1.2 のレンズで、これ F1.2 はやばいでしょ。 35mm って書いてあったんだけど、 50mm の単玉買った方がいいかな。いや単玉なんか安いやつ買おうと思ってんだけど、何 50mm がおすすめって言ってたっけみんな。最初の1本何買おうかな。なんか3万ぐらいの単玉欲しいんだよね。 F 値を稼ぎたい、明るさ稼ぎたいんだよね。50が肉眼に近いんでしたっけ。50か、50買おうかな。もう定番で絶対持っとく1本っすもんね、50の単玉。50単玉欲しいな。シグマとかでいいかな。迷う。レンズ沼だよレンズ沼。いや欲しいな。あれどこだったっけ。50単玉中古でもいいかな最初は。中古で買おうかな。のんちゃん正月から会ってないよ。会ってないんだよ。のりこが体調悪くてさ、なんか鬱が悪化しちゃってるみたいで、ほんとかわいそうだよ。なんか苦しんでるよのりこが。だから調子よくなったら遊びおいでって言ってるけど、付き合ってから初めてだよこんなに期間空いてんの。なんかねえ、なんか大丈夫かなのりこ。ちょっと不安だよね。あれだ、なんか安いさウエストポーチが欲しいんだけど、ウエストポーチって今どこで売ってんの。ウエストポーチが本当に売ってないんだよ。
昔さウエストポーチってどこでも売ってたよね、2000円ぐらいで。あれどこに行ったの？みんな業界の人 AD とかウエストポーチつけてんの？俺も欲しいの。でもそのザ・ウエストポーチあるじゃん、カチャってやる、ないんだよあれ。どこでも竹下通りにあんの？行く今から竹下通り。あれウエストポーチ、そういやわないんだよね、そのザ・ウエストポーチ、黒いナイロンの布のやつ。別に高いのじゃなくていいの、黒いナイロンのカチャってやるやつが欲しいのよ。あれないんだよ。あるかウエストポーチアマゾンとかに。あーあと板ババありがとう、開封したよ、ありがとうね。板ババが送ってくれたやつ開封した。これ機材入れに使うから、板ババ。こういうのがさ、もう本当に必要なんだよ。これ映画に使うからね、板ババ。ありがとうね。これ届いたよ。届いた。ほら。限定品だよ。しかもこれすぐ売り切れたから、板ババすぐ買ってくれたじゃん。これもう今、限定品で売り切れだよ。ありがとう。これに映画の機材ぶち込むから、搬入するときとか。すげえ助かるわ、ありがとう。限定品で暖房なんだけど、即売り切れになってた。暖房人気だから大切に使うね、ありがとうね板ババ。いや板ババは悪いよ本当に。なんかすげえよくしてくれてんのよ。あのね、暖房っていうアニメのコラボレーションある？ OKOK。いやめちゃめちゃよくしてくれんだよね板ババ。いいよね、ダンボかわいいよね。ダンボ、あの四つ鳩っていう漫画のキャラクターなんだよね。あー全然全然お気持ちで、うん。いやもう売り切れ売り切れ、速攻見つけて、速攻欲しいものリスト入れた板ババ速攻買ってくれて、もう今売り切れ。しまっちゃんっていうのやめて、お酒はもう飲まない。うん、機能いいのとかあったら探しといて。ウエストポーチ探しておくわ。うん、いや最近ねめちゃめちゃ送られてくるんだよね。ポカリ送られてくるでしょ、米送られてくるでしょ。米誰だったんだろう、コテハン書いてないから誰だか分かんなかったんだよね、本名だったから。米送られて、ポカリ送られて、暖房送られて、そうコーヒーも送られたでしょ。ニンニもね毎回買ってくれるし、ありがとうね。そうそうそう、みんな買ってくれんだよ。みんな買ってくれんだよ。うん、ありがとうね。じゃあみんなそろそろお疲れ様です。また明日放送します。おやすみなさい。また明日1時間2時間喋った後トレーニングやります。ありがとうございました。おつです。